時間、ジンクスではないけど毎朝絶対目覚ましテレビの占いを見ます。小学校とか中学校の時に一緒だった子と大学入ってからもう家帰る道とかですれ違ったら運命って思っちゃいます。中学校1年生の時にちょっとあんまり学校に行ってなかった時期があったので、戻ったらちゃんと行こうと思います。しますけど得意じゃないです。